でも俺革靴ってよくわかんない。どうしたんだ。主張に手届くほら変だけど手を痛いのお前疲れちゃってですか。なんか疲れちゃって、今日僕疲れたんでダメです。家に帰りましょうだって。じゃあアトリートなしだな。パパな顔おばみたかおさんの顔がやばかった。なんですかババさん。え、ババさん、あともうちょっとで薬王院じゃん。明るいうちの薬王院通るのが一番いいかもしれない。ババ王院え、どうしたの、どうしたの、なかった。ああ、どっからバカだんじゃない。痛いよね。でも1号路で、うん、1号路から4号路の近道みたいな感じで何をやってんだって感じだね。ああ、こっちがどうせ近いゆうとかで言ってね。で、あれでしょ、三国警備隊の人の頃あるんでしょ。コースやらないとこ歩いちゃダメですよ、つって。これでコース外れて相当やばい。そうなんだろうね、私もそう。むしろ心配になる。うん。じゃあ、俺が持ってあげよう。修士君が持ってあげよう、いいよ。あ、いいよ。貸してください。え、ここで歩かせんの。大丈夫だよ、人いないの今。まあ大丈夫か。うん、見てちゃんと運ぶから。よいしょ。あ、いた。マーショーにいたの。いや。It's a whole area with pink.結局ピューってなってんじゃん。
結局ピューってなってる。あ、やっぱり。あんま無理をさせないで。はいはい。うん。あ、先降りる？先行ってかしてください。ごめんね。わ、結構階段階段だね。こっちは楽か。誰？あ、本当。うん。まあちょっと登りあると。まあ。まあ顔向けちゃうの。ちゃうのねって感じ。なんか今すごい寂しい感じがシュッとする。ああ、そういうことね。よし、じゃあ帰ろっか。ここまでクリア。楽しかったけど、なんだあれ、お茶か。へえ。うん？いや大丈夫大丈夫。特には大丈夫です。
Thank you.